ジョルジェ、フェルナンド・ピニエイロ・デ・ジェズス、通称ジョルジェ・ジェズスは、ポルトガルリス・ボンケン、アマドーラ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィールダー。1940年代に、スポルティング CP でプレーしたジェズス・ビルゴリーノは、父親である。ジョルジェは、スポルティングの下部組織で育ち、SC、オリア年生へのレンタル移籍中にスーペルリーガデビューを、 果たした。1975から76シーズンはスポルティングでプレーし、12試合に出場してクラブは5位となった。1976年にスポルティングを放出され、8年間で7クラブを転々とした。スーペルリーガでは通算166試合に出場して13得点を挙げた。リーガで女の CF エストレラ・アマドーラやポルトゥゲーゼ。 セカンドリビジョンのクラブでプレーした後、1989年、35歳で現役引退した。初期の経歴株リーグのアモラ FC を率いた後、1993年に FC フェルゲーラスの監督に就任し、2年目にスーペルリーガ昇格を果たした。1997から98シーズン終了後にリーガでオンラ降格となり、5シーズン指揮したクラブを離れた。 続いて、選手時代のフルスである CF、エストレラ・アマドーラ監督に就任し、2シーズン続けて、リーグ戦で8位となった。ビトーリア・セトゥーバルと、エストレラ・アマドーラを立て続けに、スーペルリーガ昇格に導いた。2003から04シーズンは、ビトーリア・ギマランイスを引き、降格した FC アルベルサと、勝ち点2差での残留を果たした。 その後の4年間もスーペルリーガのクラブを指揮し、2004から05シーズンは、モレイレンセ FC で降格を経験したが、ウニオンレイリアを率いた後の CEF ベレネンセスでは2006から07シーズンに、リーグ戦で5位となって、UEFA カップ出場権を獲得した。また、同シーズンの達者でポルトガルではスポルティングに0の1、で敗れたものの準優勝を果たした。 ブラガ2008年5月には CF ベレレンセスの監督の地位を離れたが、その翌日には SC ブラガ監督に就任した。2008から09シーズンは優勝した FC ポルトの本拠地、エスタディオ・ド・ドラゴンや2位となったスポルティングの本拠地、エスタディオ・ジョーゼ・アルバラーでから勝ち点を持ち帰るなどし、リーグ戦では UEFA ヨーロッパリーグ出場権を獲得できる5位を確保した。 名称変更前のラストシーズンとなった UEFA カップのグループリーグでは AC ミラン、VFL ボルフスブルク、ポーツマス FC、SC ヘイレンフェーンと同組となった。5クラブ中3くらいとなり、ポルトガル勢で唯一決勝トーナメントに進出すると決勝トーナメント1回戦ではスタンダールリエージを破ってベスト16となった。 UEFA カップでのハイライトはホームで、ポーツマス FC を3-0で下した試合であり、またロスタイムの失点により0から1で敗れた3、C 色での AC ミラン戦である。ベンフィカ2009年6月16日、キケ・サンチェス・フローレス監督の後任として、SL ベンフィカ監督に就任した。ハビエル・サビオラ、ファビオ・コエントラン、ハビエル・ガルシアなどの豊富な新戦力を巧みに起用し、 2009から10シーズン第3節のビトーリアセトゥーバル戦では8から1、第5節のレーションイス SC 戦では5から0、第8節の CD ナショナル戦では6から1と、序盤戦から対象を連発した。2009年10月5日、ホームで FC パソススレフェレーラ戦に勝利し、指導者としてのポルトガルリーグ通算100勝を達成した。11月には、 初のデルビーでリスボンに臨み、スポルティングに0から0で引き分けた。2009から10シーズンは、リーグ戦で78得点を挙げて2敗しかせず、5シーズンぶりのリーグ優勝に導いた。UEFA ヨーロッパリーグでは準々決勝に進出したが、リバプール FC に2試合合計3の5で敗れてベスト8に終わった。タッサダリーガでも優勝して、国内2冠を達成し、 契約を2013年まで延長した。2010から11シーズンのリーグ戦では、開幕から4戦して1勝3分と、開幕6連勝を記録した FC ポルトに対して、序盤で大きく差をつけられた。UEFA チャンピオンズリーグでは、オリンピックリオン、シャルケレイオン、ハポエルテルアビブ FC と同組となったが、2勝4敗の勝ち点6でグループ3位に終わり、 グループリーグ敗退となった。その結果出場した UEFA ヨーロッパリーグの決勝トーナメント1回戦では VFB シュトゥットガルトに2試合合計4-1で勝利した。クラブ史上初めてドイツのクラブにアウェーで勝利を収めるとともに1972から73シーズンにジミー・ヘイガン監督に導かれた際のクラブの連勝記録を更新した。 リーグ戦と合わせて公式戦18連勝を達成したが2011年3月の SC ブラガ戦に敗れて連勝が止まった決勝トーナメント2回戦ではパリ・サンジェルマン FC 準々決勝では PSV アイントホーフェ編を下したが同国対決となった準決勝で SC ブラガに2試合合計2の2で敗れたスポルティング CP ベンフィカとの契約延長交渉が まとまらなかったため、2015年6月5日、ベンフィカのライバルである、スポルティング CP の監督に就任した。ありがとうございます。